自分のオリジナリティのある絵っていうのはどっから来たのかっていうのをいつも考えるんですよ。これが俺の絵だ、これが俺の漫画だみたいな。で、自分のオリジナリティとかって何なんだろうなっつってね。ワン、ツー、スリー、まんべん。そのペン先からどんなドラマでも生み出すことができる漫画。この番組では普段立ち入ることができない漫画家の仕事場に密着し、創作の秘密に迫っていきます。仕掛け人は浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた人気漫画家です。デビューから35年以上、自分にしか描けない漫画を求めて今もペン先と格闘を続けています。自分がこう描きたいんだけどそれができないみたいなジレンマみたいなのがあるんですよ。何が足りないんだろうななんて思っているようなことっていうのが、そういうね、短所みたいなところってもしかするとオリジナリティになるのかもしれないですよね。今回密着するのは岩本奈緒さん。架空の世界を舞台にしたファンタジーで大人気の少女漫画家です。ある出版社の人気ランキングでは別々の作品で2年連続1位を獲得しました。岩本さんの作品はロマンスあり、アクションあり、笑いも忘れていません。サービス精神満点のエンターテインメントです。そして丁寧に書かれたディテール、食べ物から動物まで、温かいタッチと相まって独特の世界観を作り出しています。今回は執筆の現場に4日間密着することができました。人気の漫画家が今目指しているものとは。漫画って本当はもっとみんなが楽しめるぞっていう風に振り切ったものを書かなきゃいけないのに、結構苦手で、ずっとなんか年を取ったらやっとなんかいろいろ恥ずかしくなくなってきたっていうか、今はもう本当にあの昔よりエンタメでいこうみたいな気持ちが強いので。そこには作品の世界に命を吹き込もうとする飽くなき向上心がありました。取材から1週間、撮影された映像を見ながら対談します。何でしょう、少女漫画っていうのはあまり縁のない世界なので、で今朝までずっと研究してたんです。ずっと研究してたら最終的にとんでもないことになってきまして、今日割と波乱の回かもしれませんよね。ちょっと楽しみですね、はい。出版社からほど近いカフェ、浦沢さんも岩本さんも新人の頃に通い、いろいろなアイデアが生まれた店です。どうも、こんにちは。本日はありがとうございます。はじめまして。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。実は岩本さん、浦沢さんの大ファン。その縁もあって今回
初めてテレビの取材が実現しました。いやもうなんか今日本当読者代表ぐらいで来てるんですけどなんか小学校ぐらいの時からずっと読んでるので、ええ、ですごい不思議な感じです。あ、そうですか。17年目ぐらいですか、デビュー。あ、16年です。16年、はい、16年目。この漫画家さん今何が起きてるっていう感じが非常に感じまして、うん、岩本さん今何か起きてるでしょ。うん、どうですかねちょっと今日それをちょっと深く深掘りできたら面白いかななんて思って。岩本さんに今起きている何かとは？それでは創作の秘密に迫っていきます。いや落ち着いた書きやすあの部屋ですよね。そうですね、うん、なんかあのリモートになって、うん、机が余っちゃったのであの、はい、もう全部自分で使えるようにしちゃいたいなと思って。あ、うちもそうです。合わせて、そう、はい、あ、猫ちゃん、あ、猫いたカメラさんがずっと猫を撮ってんですよね。かなり熱心に撮られてました。部屋に定点カメラを設置、執筆を妨げないように撮影します。取り組んでいるのはマロニエ王国の七人の騎士。架空の王国で繰り広げられるファンタジー。2016年から連載をしている大人気作品です。七人兄弟の五男、獣使いの物語は佳境に向かっていました。舞台は謎の男の力により国民全員が動物にされてしまった生き物の国。オウムに変えられた女の子シロネンに導かれ、獣使いはみんなを人間に戻すことができるのか。人間に戻ったシロネンとの恋の行方も気になります。この日描くのはシロネンが獣使いと旅した日々を思い出すシーン。風景の描写は岩本作品の魅力の一つ。その場所の空気感が伝わるように大切に描いてきました。今回はどんな絵に仕上がるんでしょうか。これブルーのシャーペンって昔からですか。はい、あ、そうですね、昔から使ってます。あ、そうですか、はい、あれ東村さんの回だっけ。あ、浅野先生じゃないですか。浅野さんか。先生が急にいいねとか言い出してたから、はい、え、使ってないのと思ってちょっと逆にそこでびっくりしたんですけどね。いや、僕ほとんどこの番組でいろいろ教わってるんですよ。下書きが終わったらペン入れです。丸ペン特有の音ですね。そうですね、うん、全部丸ペン。全部丸ペンです。硬くて細い線が描きやすい丸ペン、岩本さんがずっと愛用してきた道具です。山肌のディテールを表現するため短い線を加えていきます。実はここが浦沢さんが気になったポイント。うん、今までもうこういう山の稜線とか自然物好きじゃないですか、はい、たくさんお書きになってますけど、ちょっと書き方変わったんですよね、僕から見ると。え、そうですか。うん、そうそう、これこの書き方なんですよ。いわゆる物事をなんつうのかな、うん、地図でいうとこの等高線的に捉えて、はい、うん、こう急にこうなってる部分となだらかな部分をこうペンの入るタッチの線の密度だとかでこう調整しながらやると、こう縦ラインから少し開いてまたつぼまってみたいなのがこう出てくるっていうのにハッって気づく時あるんですよ、うん、この絵見たらすっごくそれを使ってるのを見て、うん、
で自分でそれがとっても快感になってる感じがある。そうですね、楽しいですね。ですよね、はい、僕らはこういうのをメビウスっていうフランスの画家から相当学んでるんですけど、はい、フランス漫画界の巨人メビウス。細い線で立体感を表現する絵は宮崎駿や大友克洋に影響を与えたことでも知られています。大学生ぐらいの時に聞いた時にはあんまりやっぱ絵を見てもピンとこなくって、多分シンプルに見えちゃったのかなと思って、その時はすごく、はい、でもやっぱ年取るにつれてなんかやっと分かってくるっていうか、はい、僕今だから岩本さんやろうとしてることにすごいメビウス感を見るんですよ。あ、そうなんですか、はい、これ結構ときめくでしょ。ときめきます、ね、でもなんか知ってるのか知らないのか、なんかもしかしたらあまり知らないような感じがするって思いながら、そうですね、熱心に模写とかはしたことないので、ね、すごいなと思ったの、それが。そうなんですか。自分で獲得していってる様が、うん、いえいえ、うん、でも今は昔より全然楽しいですね、描いてて。はいはいはい、うん、なんかこうやって描けばいいんだなっていうのがなんか最近やっと分かってきたような感じはあるので、うんうん、楽しいですよね、こういう絵。楽しいですね、うん、僕も大好きなんですよ。シンプルな細い線の組み合わせで美しい山肌が浮かび上がりました。次は主人公の獣使いが馬車の窓から外を眺めるシーン。いわゆる今ファンタジー描かれていて、はい、こういうちょっと中世の騎士のようなものを描いてみたりとか、はい、とあとは天狗の子のような、うん、日本の女子高生生活みたいなものを描いてるっていうのの違いっていうのっていうのはどうなんですか。まあ、どっちも描いて楽しかったことは楽しかったんですけど、うん、興味は全然こっちの方に昔から向いてたので、うん、でもちょっと絵とか自信がなくてずっと、うん、やっぱりこのファンタジーのこの騎士の世界を描いている時に何か起きているような感じしますよね、うん、あ、そうですかね、うん、架空の王国の物語を作る時岩本さんが大切にしているのは細部のリアリティ。中世ヨーロッパの資料を大量に集め研究しているそうです。背景とか小物とかちゃんと描かないと雰囲気が全然出ないので、今はなるべく質感とか気をつけてます。板の木目や留め金、その世界で使われている技術を知る手がかりとなります。こうしたこだわりも浦沢さんが変化を感じたポイント。いやー、いいペンタッチだよな。絶対いいペンタッチになってきてるって思いません、自分で。あ、でも好きな感じにはなってきてます、自分が、はい、こういうの描きたかったなみたいな。実はそのデビューの頃の最初の頃を見てると、うん、もう少し強弱ついたりとかするとあれなんだけど、わざとフラットに描いてるのかなとか。いや、そんなことはないです、はい、やっぱり上手い人って強弱あるじゃないですか、はい、だからやりたいんだけど、うん、で自分では出してるつもりだったんですよ、はいはい、でも紙になったら全然出てないみたいな感じで、はい、うんうんうん、そこがなんかずっとうまくいってなくて、はい、今はでもある程度細くてもいいかなとか、うん、昔より太いぞみたいな気持ちで、うん、おそらくなんか私今すっごい自分の夢みたいな思ってたような線がブワーッと出てきてるから、今取り時よって思わなかった。いやいやいや、さん、そんなことないです僕はね、なんつったってね、はい、ある漫画家さんが何かを獲得してグワーって変わっていく瞬間が大好きなんですよ。それ絶対今来てますよね。
そうですかね、うん、でもあの今書いてる国がすっげー楽しいとか、はい、そういうのはあります。ありますよね、はい、下書きから3時間半旅路を書いた5コマが完成しました。架空の世界なのに確かにどこかにあるのかもしれない。岩本さんのペンによって存在感のある美しい風景が生み出されました。岩本奈緒さんは岡山県生まれ、漫画好きの一家で育ちました。親が漫画好きだったので、あのすごいたくさんあって、漫画の本とか、それこそあの3歳ぐらいからビッグコミックオリジナルとか読んでるので。でも最初に見ながら書いたのってリボンのあの水沢めぐみ先生なんですけど、小学校低学年の頃はもうポニーテール白書ばかり見ながら書いてたんですけど。漫画が見せてくれた夢のような世界、小学2年生の頃には漫画家になりたいと思うようになりました。大学時代には西洋史を学び、卒業後子供の頃からの夢を叶えるため上京します。デビューからしばらくは自身の出身地を舞台にした等身大の青春を書いてきましたが、最近は中世ヨーロッパを思わせる架空の世界での物語に挑戦しています。やっぱヨーロッパとかへの憧れみたいなのを、はい、あのやっぱ子供の時に持ったのは萩尾元先生とか赤石道夫先生だと思うんですけど、やっぱりあのなんていうか子供の頃好きだった漫画描きたいなと思って今描いてる感じですかね。ここではないどこかへの憧れ。岩本さんは今自らの手で新たな世界を生み出しています。今はなんか学園ものとか書くより全部自分で国とか作れるし、町とかも自分の好きな建物で作れるし、今本当に好きな風景だけ書けるしみたいなでも自分がやっぱ楽しいなと思ってることを今はやっぱあの読者さんとちゃんと共有できてるなっていう感覚がすごい楽しいかなと思うんですけど。取材3日目、この日取り掛かるのは獣使いとの旅路を思い浮かべるヒロイン、シロネン。別れを予感し揺れる思いを表現します。シロネンの心の動きを繊細に伝えるため隣り合う見開きの2コマを使います。まずは右側から、目に涙をいっぱい浮かべる表情、岩本さん、原稿を裏返してトレース台に当てました。うん、出ました。満遍の満遍でも話題の右利きの人は、はい、そうですね、右向きが書けない説ね、はい、なんか大きくなるともう無理ですね、はい、ちょっと不思議ですよね。そうですね、右向きの表情を裏返し得意な左向きの絵にしてデッサンのズレを修正します。また裏返して今入れた修正を表に写し取って綺麗な右向きの絵に仕上げていきます。
例えばメビウスのようなああいう描線を獲得するっていうのと、はい、少女漫画っていうフィールドは、はい、案外相入れないとこがあって、はい、でなんかこう見てると、うん、ちゃんと少女漫画のところはきちんとブレずに抑えてる感じがするんですよ、はい、やっぱり少女漫画であるっていうことはちゃんと確立したいっていう意識はあるんですか？あります、はい、あ完全に、うん、もう女の子に向けて書いているので、はい、漫画って、はい、私は、うん、なのであ、うん、やっぱりその女の子が好きだなと思う範囲で、はい、絵も話も書きたいなと思ってて、それが聞けたのはすごい嬉しいわ。ちゃんとそこのところを意識してるっていうのってすごく大事な感じするんですよね、はい、うん、その手法としてボーダーレスにいろんなものをこう入れていくっていうのはあっても、なんかこう自分の核となる大事な部分みたいなものっていうの、はい、それはもう意識的にちゃんと死守していきたいなみたいなね。はい、そうですね、うん、続いてペン入れ。この山本さんの目、瞳目、はい、これすっごい表情に使ってるでしょ。普通の時は黒目なんですよ、はい、だけど、うんうん、えってなった瞬間にあギュッギュッってなる、あの白目の中に黒い瞳になるでしょ、はい、うんうん、はい、僕ふっと思ったんですけど、はい、藤子 F 先生の、はい、ジャイアンとかがえってなった時の あります、ね、あの目あるじゃないですか、はい、うん、あの感情表現、はい、姫ちゃんが、うん、あってなった瞬間に、はい、ジャイアンの目になりますそうですね、はい、あれがだから瞳孔の大きさの変わり方だけで全然表情変わりますもんね。そうですね、あの古い表現好きなんです結構実は気にしてて、はい、こんな目描いてていいんだろうかぐらいの感じで、いやなかなかのオリジナルだと思いますよ、ね、いえいえ、なんか一人の人間として一貫性がないなと思ってて、ずっと、はい、目の中が大きくなってきてしてんのが、はい、でちょっといいのかなとかは思ってたことあるんですけど、はい、まあいいことに、じゃあいや全然いいと思いますよ、気にしないことにします。本当あれがね、あ、はい、すごい技法だなと思って。これまで読んだ漫画が知らず知らずのうちに自分の絵の表現に受け継がれているんですね。実は岩本さん、浦沢さんにどうしても話したかったことが、あのハッピーのちょっと嫌なおじさんが、はい、サチにすげえ怒られて、はい、次のページめくった時にめちゃくちゃ赤面してるシーンがあるじゃないですか、はいはい、あそこがめちゃくちゃ好きで、あの恋愛のシーン描くとき、うん、いつもあそこ思い浮かべながら描いてるんですよ、はいはい、で一番出てるのが、はい、あの金の国、ここのシーンで、はいはいはい、もうそこ思い浮かべながら描いてて、はい、完全にまさかそこのシーンがあそこから来てるとは思わなんだ、はい、ああそう、今日絶対ちょっと先生にお伝えしたいなと思ってて。ああそれは嬉しいですね、はい、込み上げてくる涙を懸命にこらえる白根、この切ない気持ちをどう表現するのでしょう。でもこういうなんか心情のシーンを撮られるっていうのがめちゃくちゃ恥ずかしくて、うん、かなりのシャイな方なんだろうなっていうのはやっぱりありますよね、はい、表現全体にシャイな感じがこういっぱいあるから、うん、それがこう全体的な形を形成して、逆にそれが読者を掴んでるような感じしますよね、うん、あそうですかね、うん、でももうちょっとなんか漫画ってちょっと内気とか恥ずかしがってるとか、
そういうのよりもうちょっとナルシズムみたいなのが必要だなと思ってて、うん、最近は、うん、なのでもっともっと大げさにはしていきたいなと思ってるんですけど、まあでも大げさにするところもいいけど、だけど恥ずかしいっていうことの、はい、なんていうのかな、僕大事なことだと思うんですよ、はい、例えばこの涙なんかももう少しえぐく書こうと思えば書けるんだけど、うんうん、そこに恥ずかしいとかちょっとこう奥ゆかしさみたいなものが表現に加わることによって、うん、それが抑えられた演技になって、うん、で見るものを引きつけたり気持ちをこう同じように同調させたりする演出になるっていう、はい、そっか、うん、あ、よかったです、なんか、うん、今日それが聞けてそうよかったです照れや恥じらいはあっていい、すべての個性がその人ならではの表現につながっている。なんだか勇気をもらえる言葉です。下書きから1時間半書き上げたのは懸命に涙をこらえる白根、そして目を閉じ涙が溢れ出す一瞬の表情、胸にしまっていた恋心が読む人に迫ってきます。今回の取材中、岩本さんはカラーページにも取り組みました。使うのは水彩の絵の具。このカラーチャートいいですよね。こういうカラーチャートを作る豆さんが僕にはないんだよね。やっても最近です、やっと作りました。もう色がわからんと思って、うん、このぐらいでいいんだよ。だいたいいつも出しすぎちゃうんで。そうですね、使い切らないですね、うん、全く、はい、アクリルは使わない。アクリルはちょっと使い方が難しくって、うん、乾いちゃうのがダメで、うんうん、アクリルが、うん、もう水彩の方がじわっとするし、うん、なんか使いやすいなと思って、うんうん、ボワーっていう本当にじみを使っていくには水彩の方がいいかもしれないですよね。水彩絵の具ならではの濃淡とにじみ、デジタルでは出せない独特の風合いです。これはだけどあれだな、少女漫画を好きな人たちや目指してる人たちはこの画面はたまらんでしょうね。いやどうですかね、なんかもうみんなデジタルですよね最近の人って。そうやっぱりだから筆でこの塗ってる様ね、はいはい、うん、やっぱりうわーいいなーって思ってね、明日画材屋に走る人が多いんじゃないですか。私もやってみようって。なんかやっぱ子供の頃に戻ったみたいで、うん、すごい楽しいですよね、うん、いいにじみ。なんか思ったより全然紙が良くなかったんですよ、はい、書いてる時。この時、はい、はい、あんまり使ったことない紙で、はい、でちょっと使い勝手が分かんなくって、はい、今ものすごくカメラが撮ってんのにやべえぞって思ってます。この時でこの辺りからちょっと塗り方変えてて、はい、白いとこ残すようにしてる感じに。でこっちの方が見た感じ良くなるなと思って、はい、で水を塗って伸びないんですよね、そこから色が、はい、あるある。でそれで、うん、あれってなっちゃって、うんうんうん、そういうことか。はい、でもいいタイミングで
それは切り替えたですね。割とアクセントになってるもん、うん、その やっちゃったって思っても前に進まなきゃいけないから、はい、うん、もう生かす方法を考えないとダメですよ ね、そこから、うん、やり直しの効かない魅力と難しさ、実はこのカラーイラストにも最近変化があったんだとか。やっぱあの色の組み合わせが綺麗かどうかが、あ、そろそろ考えなきゃと思って、最近それはすごい気にしてるんですけど、ちょっとできてるかどうかは分かんないです。他の人の見ると、あ、すごい綺麗だなとか思うんですけど、自分のは前よりはまあなんか考えてる分ちょっとマシになってきたかなと思うんですけど。そんな岩本さん、とっても素敵です。優しいタッチで繊細に描かれたカラーイラスト、3時間半かけて出来上がりました。この日は見開きの大きなコマに取り掛かります。今の連載で増えたアクションシーンに挑戦します。地下の神殿で飛び立とうとする巨大なワシ、そしてその羽ばたきで吹き飛ばされる主人公たち、迫力満点のシーン、どうなるんでしょう。主人公獣使いの表情から、ずいぶん慌ててるみたい。こういうアクションシーンに挑むっていうのも、はい、やっぱり今の絵をこう獲得してきてっていう感じっていうのがつながってるような感じするんですよね、うん、そうですね、うん、でもこの見開きの決め画であのドヒャーっていう顔を描いちゃうところがまたいいですよ。 かっこいい顔じゃなくてあそこ悩んだんですけど、ああいうセンスがまたいいです、うん、吹き飛ばされる瞬間、二人の体勢は、服は、どうすれば迫力を生み出せるのでしょう。あのシワのラインとかね、そうですよ、僕らがもういいなと思ってもう突き詰めたようなあれが出てきてんだよね。ああそうですか、はい、だったらいいんですけど、これ細かいようだけど、だってあそこで、うん、この靴の裏のソールがこうなってんのって、うん、中でつま先がこうなってるってことじゃないですか。あ、そうですね。ね、はい、ああいうんだってスッと頭の中でそのイメージが出てきてこういう風に描いてるわけじゃないですか、うん、はい、であそこでつま先がこうなるってことはどのくらい緊張してるかなんですよね、うんうん、下手すると足つっちゃうやつですよね、はい、そうですね。 そんなところまで考えてるんだ。続いて巨大なワシの絵、なかなか決まりません。 すごい直してますよね、ここ鳥を。鳥難しいですよね。難しいです。その一瞬をどこを切り取れば僕らのあのイメージの中にある鳥の羽ばたきなのかっていう、うん、これね僕も何回か描いたことありますけど本当にね、はい、何描いてもね、なん違うなってなりますよね、はい、鳥のいわゆる体の構造みたいなのは大体頭入ってる。今は入ってますね、うん、あのこの後めちゃくちゃ鳥出るシーンあって、うん、かなり描いたので、うん、はい、まあ、前より全然分かりますね。あの羽を折りたたんでいる状態の後ろ姿とかも結構描いてるじゃない。そうですね、うん、だああいうんでだからどういうふうに羽が畳まれているのかとかさ、はい、
もう相当なことは頭に入ってんだろうなと思うよね。たくさんの写真を見て、体の構造や動きを頭に入れ、一番ふさわしいポーズを。狭い地下でどんな動きをするのか。やっぱ飛んでる写真とかが多いんですけど、でも広いとこではなくてぶつかってるなと思って、着地したいわけではないよなみたいな。最高の瞬間を探っていきます。ようやくワシの下書きが終了。書き直すこと実に7回。こうして比べてみると全然躍動感が違います。続いて巨大なワシの羽ばたきが生み出す強い衝撃波を書きます。あ、消しちゃった。岩本さんがこうした迫力ある表現に挑戦するようになったのも今の作品からです。やっぱせっかくだから漫画っぽい漫画描きたいなと思って、結構やっぱ楽しいですね。描いたことないものがたくさんあるので、本当に一から勉強してるみたいな気分で描いてて、それが今すごい楽しいです。飛ばされるスピードを読む人がイメージできるように。続いて筆ペンで髪の毛を描いていきます。あれ？手が止まりました。これ僕見て、うん？って同じようなふうに思ったでしょそこベタじゃないんじゃないのって思った瞬間にやっぱり、はい、そうですね、そこ掛け合わせだろう。スピード戦にあった、やっぱそうですね、はい、なんかなってちょっと思って。そうですよ、はい、全ては勢いに利用しなきゃいけないですよね。そうですね、うん、そうね、そうです、そのぐらい、そのぐらい行きたいですね。黒く塗った髪の毛を一度消して、改めてスピード線に沿って細い線を重ねていきます。体の周りにもスピード線、絵の迫力が増してきました。続いてワシのペン入れ。いいさじ加減だね。あ、そうですか。うん。よかった。リアルでもなくちゃんと漫画の中に落とし込んでるようでいて、ちゃんと現実味があるっていうね。生き物の国にたどり着いた時のあの、バン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 って動物があって、バーッつって、
あれはよく書いたね。いやあれあそこ多分自分で書いててちゃんと、はい、いやきつかったですね。はい、オランウータンの王様とか、はい、ああいうのの毛並みの書き方がね適当に書いているようでね、あのこれしかないっていう線で構成されてるっていうのがね、僕もねマスターキートンで書いたことあるんですよ、はい、あれ難しいですよね。難しいです、うん、あの眼差しの感じが、うんまあ、国民が全部動物になっちゃうって発想がすごいけどね。いやそうですか、うん、爪描くの結構好きですね、はい、ね恐竜だったっていうね。あそうですね、うん、もう完全にでも恐竜の手って鳥みたいですよね。そうそうそう、うん、ダイナミックになったの。そして画面全体に集中線という効果を加えていきます。まるで爆発したかのようにある一点から風が生み出されるイメージです。根本さんアシスタントの経験は？デビュー前に2回行ったことがあって、はいはい、デビューした後に1回行ったことがあるぐらいです。でこういうスピード戦などの弾き方っていうものの、はい、トレーニングみたいなものは、いやもう自分の原稿ですね。もうそういうのって僕この作業をあらかじめ見させてもらった時に、はい、画鋲作戦を使ってないじゃないですか。そうなんですよ。これなんで使ってないの？この時部屋に画鋲がなくてああ画鋲があったらなと思ったんですけど。そういうことだったんだ。はい、そういうことだったんだ。なんかもし知らないといけないからと思って一応、はい、あの持ってきてあれしたんですけどあれですかね、あの視聴者の漫画描いてる人たちのためにこうやるとこういうのは便利だよ、ね、情報をお見せした方がいいのかな。 あった方がいいですね。これは完全に。それでは画鋲作戦お手本を見せていただきましょう。今日の料理です、ね、これの集中線を引くという作業で、さっきこの画鋲を使うというのはこういうことで、爆風の中心となる場所に逆さまにした画鋲を貼り付けます。この針に定規を当てるとで ここずっと当てっぱなしにする。これがコツなんです。ここが外れちゃうとこうなっちゃって、こうピタッと当てて、でこれに対してこう、で変な持ち方が今この辺僕持ってるんですけど、結構じゃあ後ろの方持ったらいいんですね。そう、これはもう今のコンピューターのパソコンとかで指示でやるっても出ない、うん、本当の丸ペンの細さで最後消えてるって感じの。でこのバラ系を作るのね、くっついたり離れたりくっついたり離れたり、こういう感じですよね。すごい綺麗だな。これあの漫画基本講座でした。ありがとうございました。すごい今日来てよかったです。はい。岩本さん、影の中にも線を重ねてる。気の遠くなるような細かい作業が絵に迫力を生み出していきます。いやだけどどうですか、この白い紙がこんなになってくるんですよ。そうですね、楽しいですね、うん、楽しいよね。はい、スペクタクル画面が出来上がってくるんだもんね。そうですね、真っ白からだと本当楽しいですよね、うん、テレビをご覧の皆さんも一度どうですかって感じですよね。これ楽しいよね。楽しいですね、うん。最後に筆ペンでワシの羽に黒く色をつけていきます。単純に塗りつぶすのではなく、羽の形や動きを意識しながら。
何回かこの、うん、エアーでやってますよね。こう、はい、これやっぱり他の漫画家さんのペン先見ても、はい、こうこうこうだよなってやって、うん、まずエアーしてからあの瞬間頭の中で一回書いてるんですよね、うん、でも難しいですね。やっぱなんか合ってるかなってずっと思いながら、うん、思いながらもでもそう、うん、いかない、書かなきゃいけないっていう、はい、やんなきゃいけないっていうことで勇気を持って前へ前へってやっていくことの繰り返しだと思うんですよね、はい、やっぱりねとにかく書いていかないとって感じしますよね、うん、そうですね、うん、で書いたことで、ま、学ぶっていうか、それの繰り返しですよね、はい。何度も何度も下書きを直したわしに思い切ってペンを入れます。わしの羽の中にも細かい線、勢いが加わっていきます。見開きの大きなコマにかけた時間は5時間。迫力のシーンが完成です。岩本さんの頭の中にしかなかった場面がまた一つ私たちの前に。マロニエ王国の物語はまだ序盤。これからどんな新たな世界を見せてくれるのでしょうか。そうですね、なんか、ま、何にも言えないです、ちょっと今は。でも漫画の話がいっぱいできて楽しかったなと思って。楽しかったですね。はい、漫画の話は本当キリがないですね。そうですね、うん、いや多分帰ったら思い出す感じで、なんかもう無理です、聞けないですちょっとずっと普通にすっげえなって思いながら読んでたからでも今岩本さんの読者は同じようにそういうふうにすっげえなと思って岩本さんの作品見てるわけですから、それでまた新しい作家が育ってくるってことでね、うん、こんなの見たらもうみんなすぐペン取りますよそうですか、はい、それだったら嬉しいですね、うん、はい。でも本当できそうなことはまだまだ道のりは長いのでいやもう本当まだなんか、うん、書いてる幅としてはあんまり広くないなと思うので、もっともっといや、いろいろやりたいなとは。